中央合同庁舎第1号館は東京都千代田区霞が関一丁目にある日本の中央省庁の合同庁舎。かつて旧海軍省本館があった場所に建設された戦後初の本格的館長建築にして初の中央合同庁舎である。上空から見るとアルファベットの E の形に建物が建てられており、本館の背後に別館と北別館が配置されている。 職務能率の向上と公衆の利便を最重点に置いた簡潔明快な思想で貫かれた庁者という方針を元に1949年に計画され、1954年に本館が落成。続いて北別館は1964年に落成し、別館が1965年に落成した。建築面積は4713平方メートルである。 変わった施設として、正面玄関ドビー内に、組み立て茶室が設けられている。国産農産品の PR のために設けられた展示、実演スペースで、佐藤の実演のほか、和装の記事となる、繊維製品の展示に用いられている。2018年、別館の南側に、中央館が蓄発の木造庁舎となる、南別島が建設された。アソシーインターナショナルが運営する。 農林水産省の事業所内保育所、アソシエナーサリー霞ヶ関が開設されている。第1号館本館このほか、庁舎内に霞ヶ関郵便局が所在する。同郵便局は一般利用者も特に制限なく利用可能である。ありがとうございます。